例のものを。は。父上。あ、蛇の腕輪だ。まさかあの蛇のアイテムが世界を融合しようとしているのか。え、何あのでっかいやつ。あんなの戦場にあったっけか。ゲーム王国へようこそ。どうもルーラスです。ハロハロ。それでは今回のパートから本格的にヌソオロチ3をプレイしていきたいと思います。携帯機の方では三国、戦国、オロチともにプレイ済みです。西洋機器の方では三国の方は最新作の8、戦国とヌソオロチは本作が初めてとなります。本作に収録されているステージは三国無双は7、戦国無双は4のステージを収録しています。それらのステージで遊ぶのは携帯機以来なので、グラフィックの成長がとても楽しみです。それでは、早速プレイしていきましょう。難易度は全部で3段階ありますが、本動画シリーズでは普通でプレイします。かつて魔王オロチは、おっと、このシーンはこれまでの無双オロチのストーリーを振り返っているということかな？英雄たちは、魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。すべてを忘れて、おっと、ゼウス様ご一行のご登場か。例のものを。は。父上。あ、蛇の腕輪だ。まさかあれにオロチの力が込められてるとか。今度は神々の手によってオロチ様が復活してしまうということか。絆を再び結び合わせれば新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があればそれもたやすい。あれさえあればきっと。ペルセウス。さてここからどのような展開になるのか。ん、あの二人はやっぱり。そうや、リクソンとシュゼンや。なんだあの光は。おいおい、二人とも、行って大丈夫か？あの蛇のアイテムは？あの蛇のアイテムが世界を融合しようとしているのかって。え、また場面が変わった。え、今度は戦ってたち？妙な感覚だ。おお、久しぶりだなお前ら。西洋機器では初めましてか？今は曖昧な感覚の話より、任務が最優先では。うん。新入りの言う通りだ。先を急ごう。おっと、この曲も懐かしいな。この曲あってこそ無双ロチですもんね。ここまで味方に。さあスタートいたしました。無双ロチサードのトップバッターは戦国勢ですね。戦国勢を使うのって携帯機以来だからな。このステージもおそらく戦国無双のものだと思うんですけど、グラフィックが携帯機と比べて格段にレベルアップしてますね。おっと、黒ずけん、呂布軍の兵士ですかね。さあ、久々の戦国武将でのプレイ、まずは神速攻撃あたりからやってみましょうか。おお、神速攻撃、懐かしいな。戦国武将については久々に操作するので操作性を思い出しながらやっていきたいと思います。そうそう、前回の動画で言い忘れていましたが、戦闘中特に話すことがなければ倍速機能を使ったりカットをしていきながらスムーズに進めていきたいと思います。何あのでっかいやつ。あんなの戦場にあったっけか。あ、操作キャラ切り替えについては従来の無双ロチと一緒ですね。で、コージュン、コージュンじゃねえかお前。呂布軍の精鋭のコージュンじゃねえかよ。マジかよ。無双ロチ3最初のモブがまさかコージュンだとは。さて次は無双魚でも使ってみましょうか。にしても一番最初にコージュンが出てくるとはな。出世したなお前。面白い。ならこちらは本田平八の忠勝を使わせてもらうぜ。猛将同士の対決、制するのはどちらかな。
よし、光神ミッカ、猛将同士の対決を制したのは本田平八郎忠勝だったようだな。それじゃあ次は忠勝の無双技を使ってみますか。お前たち羽柴軍ではないだろう。どこの軍のものだ。相変わらず凄まじいな。次にナオトロでプレイしてみましょう。ナオトロはもう一つのオールスター無双ゲーム無双スターズにも出演していますが、自分はそのゲームをやったことがないので、ナオトロを操作するのは久々です。それではナオトロの無双技を使っていきましょう。ついてください母上。それにしても様子が変です。3人の武将を一通り使ってみて、戦国武将の操作性について少しずつ思い出してきました。この調子でどんどん敵将を倒していきたいですね。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録高評価待ってます。 Twitter や Instagram、 LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、バーレル。